土曜朝8時は、ウェイクアップ山崎さん、今年やはり平和の尊さを感じる一年でしたよね,ね世界中で戦争の報道が相次ぐ中、5月に G7 広島サミットが開催されて、日本がどう対応していくのかというの改めて白根さんのご活動をご紹介します。はい 2018年から19年、そして今年5月からガザ市を拠点に現地スタッフの採用など管理部門で活動されました。で10月7日の武力衝突以降、ガザ市内に残られ、その後南部、ハンユニスで避難生活を余儀なくされました。先月1日にエジプトに退避し、5日に帰国をされています。まあ、帰国されて1ヶ月半以上経ちますけれども、白根さん、今ガザの現状をどういう思いでご覧になってますか。 そうですね。もう2ヶ月半以上がこの紛争が始まって、はい、で民間人の犠牲が2万人以上というのがまだ今もこの瞬間も続いているということにすごく心苦しいですし、うん、やはり残してきたスタッフもたくさんいるので、うん、そういった仲間のことがとても心配ですね。うん、あの南部に避難されてからの日々というのは本当に死と隣り合わせの毎日でこう空爆が始まってすぐはこう自分たちの住んでいたところにいたんですが、うん、もう日 昼夜問わず空爆が続いて、まあ、いつその爆弾が私たちのところに飛んでくるんだろうというのを日々感じ北部から南部に移動すると野宿の生活が始まってもう本当に雨も風もしのげないところで日々の食料であったり水が本当に目の前でなくなっていく。 でそんな中でも空爆が続くという本当にとても過酷な三週間でした。避難していた地下っていうのもシェルターではないんですよね。そうですね。もう本当ただの地下室なので、うん、もう本当にそこに爆弾が直撃し,てしまった 直撃してしまったらもう建物とともに私たちも埋もれてししまううという状況でした、うん、あの大変なご苦労だったと思うんですが今、同僚の方とかとは連絡は取れているんでしょうかはい、えっと、できる限り私の方でメッセージを送ったりするんですが、うん、やはり現地の通信状況であったりあとは燃料がないのでこう携帯電話が充電できなくてこう日々、日々そういった連絡はなかなか取りづらくなって、うん、もう3日、4日経っても全くこう送信した。 メッセージが届かないといとった状況ですねそのガザ地区にお住まいのですねパレスチナ人の方々っていうのはみんながハマスと関係を持っているわけじゃなくて、はい、一般のパレスチナ人た,たくさんおられるわけですよね。はい、こういう方々は今回のこの武力衝突、どううう見ておられるんででしょうかそうですねやはりもうガザというのはこれまでたくさんこういった紛争が起きていると地区だったので、うんまあ、初めのうちはま,あまたすぐ収まるだろうというふうふに思っていたんですが、うん、もう今はただ平和を祈る。 今まで過ごしてきた日常がなるほど、一方であのハマスなんですけれどもね、あの病院とか学校の地下にトンネルを掘ることによって、一般の方々を盾にしてるんじゃないかという批判も出てますが、そういう現状はあるんでしょうかと私は実際にそういった病院、シファ病院というところでも働いていたんですが、うん、まあそういったハマスの基地があるといった話も聞いたこともなかったですし、うん、実際見たこともないです。なるほどそこににいる人は本当に私たちと同じ一般市 市民で怪我をした、病気をしたからただ治療を受けに来ている人というだけなので、うん、そういった場所に攻撃が及んでいるというのは本当に気通りを感じています改めてガザ地区の被害そして人道状況なんですが深刻化の一途をたどっています。はい ガザ地区の保健当局などによりますと、死者は2万人を超えていて、そのうちのおよそ8000人が子どもだということなんです。また、21日、食料危機に関する報告書には、ガザ地区の食料不足は壊滅的な状況で、人口の93%が危機的なレベルの飢餓に直面しているということです。ガザ地区の総人口から考えますと、およそ200万人が深刻な栄養失調に陥っていることになります。また、医療危機も深刻です。 こちらの写真ご覧ください国境なき医師団によりますと水や電気は常に不足をしていまして停電時には携帯やスマートフォンのライトで照らしながら手術をしたということですまた医療従事者の方も少なくとも310人が亡くなっているということです白根さん運び込まれてくる物資など現地から聞こえてくる人道状況に変化はあるんでしょうかはい、えっと、もう紛争当初から物資不足というのはもう本当に深刻でした、うん、でさらにこう 支援のトラックが入ってきたというニュースもあるんですが、まあ、それが本当に必要な人にたどり着くには本当に長い道のりで。うん 私のスタッフの話によると1本の水を手に入れるために3時間、4時間並んでその1本の水を家族で分け合わなくてはいけないといった本当に深刻な状況ですあの携帯のライトで手術をするというのは通常であったら本当考えられないことなんですが、うん、もう全く電気がない状況が続いているので、うん、もう仕方がないという形でしております。 さんこういう今の医療従事者の方々の様子って、どうう見られますか、はい、そうですかそでね、まあ、今、こういういの出ているように、医療従事者の方でも310人以上の方が亡くなっている、その状況の中であの、救えない命もたくさん目の当たりにされている中で、あの向き合って。うん 少しでも、一人でも命を救おうとされている姿を本当に尊敬します何か白根さんに聞きたいことありますすか、うん、そうですね僕たちが、まあ、医療従事者のこともそうですしガザに対して何かできることっていうのは、うん、実際に現場でいられて何か,かんそして日本に帰ってきて今感じていらっしゃることありますか 現地のスタッフがよく話していたのはみんなガザのことはすぐ忘れてしまう,もう僕たちがどういう思いをしているかっていうのはなかなか届かない忘れてしまわれることが怖いと言っていたのでやはり日本の皆さんにこうガザ同じ地球で こここういいっったことが起こっているで同い年の人、民間人がこうやって毎日毎日被害に遭っているということを知っていただきたいというふうに思っていますなんかこう物資などのようなもので支援できるものっていうのはあるんでしょうかと直接、今、物資を送ることが難しいので、うん、やはり一番はやさまざまな団体がまあ寄付を募ってまとめて物資等を送っているので、うん、そういったところにこう寄付をしていただくというのが一番だと思います。はい 山崎さん、停戦に向けてアメリカが果たせる役割というのも大きいと思うんですけれども、なかなか機能しない現状というのは、どうご覧になりますか。そうですね、アメリカが国際社会をこう牽引していくっていくう その体制が少しずつ崩れていっている中でこうアメリカもやっぱりイスラエルを支援し続けるコストも徐々に上がってきていてそのどっちに力を分配するかというところが問われているんじゃないかなと思いますね,ですね大統領選挙の関係もありますからね、はい、ではここでご紹介したいある言葉がありますこちら、えー、ガザ北部の病院で活動され亡くなった国境なき医師団の医師ムハムード・アブ・ヌジェイラさんが書き残された言葉です。 最後まで残った人は伝えてください私たちはできることをした私たちを忘れないでくださいというメッセージです白根さん改めてこの言葉を聞いてどんな思いになりますかそうですね私たち国境なき医師団のスタッフはまあ、こういった中でも一生懸命医療活動を続けていますただその医療ですらもうこういった無差別な暴力にはもう 無力感を感じると言っていますなので停戦がない限りこういった助けられる命も助けられないという現状が起きているのでやはり国際世論が足並みを揃えて停戦に向けて強く訴えていかなくてはいけないなというふうに感じています、はい、重要なメッセージだと思います石原さん今日は本当に貴重なお時間をいただきましてありがとうございましたありがとうございました